ズーム。辛坊さん。あ、どうも。どうも、堀潤です。お帰りなさいませ。お帰りなさい。おめでとうございます。でもやっぱり死生観が変わられたっていうのは実感されるんじゃないですか。人は必ず死ぬということがよく分かりました。結構ね、歴史の書物を太平洋で読んでて、死ななかった人は歴史上一人もいないんですね、これが。だから必ず死ぬわけですよ。そうするとまあ生きてる間に何するかって今回本当に真剣に思いましたね。じゃあまあこの日本放送のラジオにはねしっかりと戻っていただくということをここで約束して今ね社長も聞いてますんでね。ラジオはやっぱりですね、聞いてくださる方が喜んでくださるということならば、人生の残り時間を使うにはありがたいじゃないですか。ねえ、素敵な言葉。辛坊さん、何よ、ご苦労様です。こんにちは。どこいるんですか。いやいや、メールマガジンの読者の皆さん向けに、はい、感謝のパーティーをやるんですよ。そうで、私トランペット吹くことになりましたですね。このトランペットの今練習に河川敷にせっかくだからさ、はい、トランペット吹いてみる。聞きたいです。トランペットですか、それ私今ね膝に抱えながら食べてるんですよ、ちょっと吹いてみますか、吹いてみて。こんな感じです。音を出したっていうだけでしょ。それなんか吹けないんですか。今片手に携帯電話持って片手にトランペットで吹けませんよ。そんなもん唇の動きとか難しいでしょ。トランペットは音出すだけなら2オクターブ出るようになりました。2オクターブ出るの。はい、だから2オクターブ出るということと曲が演奏できるということとは全く別の次元の話ですから。まあでもせっかく練習したんであれば、まあズームにね帰ってきた時に一度ちょっとスタジオの中で。いやいや、あのねラストの量は持ってないけど、公共の電波ではいくらなんでも無理ですね、それ。もしもあ、もしもし、深川亮です。なんか音楽とか聞いたりとか、その精神をこう安定させる何かあったりするんですか？あのね、トランペットの練習してます。え、トランペット持ってったんですか？はい。家でほらトランペットなんか吹いてやんないでしょ？まあ、ここだったらね、半径何百キロ誰もいませんからね。いや、まあ、クジラが驚くぐらいですよね。曲名教えていただけますでしょうか？鳩と少年っていうの今練習中です。ラピュタのテーマ曲で一番最初で少年がなんか吹く曲ですよ。わかりました。調べておきます。海の上のトランペッター。ねえ。映画タイトル決まりましたね。辛坊さん、有楽町にいつ帰ってくるんですか？10月4日に日本放送に帰るよー。Within the city, 絶え間なく息づく街の中にニュースが生まれる。 Listen and rediscover 日本放送辛坊治郎 Zoom。 そこまで言うか。9月28日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、堀潤です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は辛坊さんが有楽町日本放送のこのスタジオに復帰する来週10月4日まで、日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。で、毎週火曜日は週替わりになりますが、今週の助っ人パーソナリティはジャーナリストで市民投票型ニュースサイト8ビットニュース主催の堀潤さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前回8月の24日ですよね、はい、ですからご出演およそ1ヶ月ぶりぐらい。でも本当にもう季節も変わって早いですね。そうですね、まもなく10月ですよ。でも今日はあの9月28日、はい、今日はあのこの後特集もしたいなと思ってるんですけど、香港での雨傘運動から7年なんです。そうなんですよね。で、2019年のあの幸福香港時代革命を掲げたあの運動はもう
2年前になる、僕はもう当時ちょうど2年前のこの時期はもう毎週のように、時には週に2回ぐらいの割合で香港と東京取材で行ったり来たりだったんですね、でもこの2年の間で香港だけじゃなくてミャンマーをはじめ、はい、アフガニスタンをはじめ、世界情勢混沌としているし、今朝方は平壌、あの朝鮮民主主義人民共和国飛翔体発射、こういうニュースも入ってきて、もう混沌としてる、もうあれよこれよと追っかけてるうちに、みんな香港のこと忘れちゃったんじゃないかなと思って。そうですね、ここのところなんか日本の報道でもやっぱりコロナのね、報道が多かったりして、なかなかその香港までたどり着けてない感じもね。そうなんですよ。で、ま、やっぱりこう中国っていうね、国、今もう台湾との折衝が非常にこう緊張高まってきていて、特にこの間でいうと TPP の参加をめぐって綱引き起きてる、そうですね、日本どうするんだっていう、まさにこう踏み絵を踏むような難しい判断を迫られるわけですよね、そういう中で自民党総裁選でしょ、やっぱりその外交とか、安全保障とか、この分野についてはこう総裁によって色がガラッと今回変わるかもしれないなっていうことで大変注目してるんですよ、つい先日あの河野さん直接、あのお会いしてお話を聞く機会があった時に、そうですか、河野さんがあの仮に総裁総理になった場合、拉致問題どうしますか、どうやって前進させますかって、そしたら私は外務大臣時代に、まあ、あちらの外務大臣とも何度か会談を持ちましたと、まあ、話ができない相手ではないと思っていますので、外務大臣以上の交流を持ちたい、以上ということは外務大臣以上となると当然首脳ですからね、首脳会談なわけですよ、まあ、小泉さんが訪朝してからもう約20年、膠着状態でどうなるのかなって非常に注目してるんです、まあ、いよいよ明日ですからね、そうですね、総裁選ね、今日もそのあたりも触れていきたいなと思ってます、はい、よろしくお願いいたします。で、まあ、今日もね、あの堀島さん、いつも、ツイッターをこう自分のスマホでいじってこう、ね、見ながらこう番組進行してるっていう形でお送りしてるんですけど、ね、さっきもね、あのツイッター早速拝読していたら、この方は何て読むの、叶うなら遠くまでさんかな、こんにちは、今日は堀潤氏ぜぜひひで、なんかいいですね、こう緊張感ありますよね、そうですね、でもね、鍵括弧ワクチン2回目から2時間だるいって書いてあったんで、そうですか、はい、お大事になさってくださいって返信しました、今、そうですね、はい、あ、そう、なんか豆にねご覧になってるだけじゃなくて返信してるんですよね、そうなんです、あの皆さんとこういうやり取りをしながら、配信するのがすごい放送が楽しみで、今日もだから皆さんのコメントウォッチしてます、監視じゃないですよ、監視じゃなくて、ご意見もね、プレッシャーじゃないですよ、温かいコメントをくださいっていうリクエストではなくて、オールオッケー、何でも、そうなんです、そうなんです、何でも言ってください、よろしくお願いします、もうね、今現在も本当にあのチェックしてますんで、ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでね、つぶやいてください、現在も指を一生懸命動かしてもらってますさあ、日本放送ズームそこまで言うか、まずは今日の株と為替からお伝えしていきます。今日の東京株式市場、日経平均株価は続落しました。昨日と比べまして56円10銭安い3万飛んで183円96銭で取引を終えました。昨日のアメリカ株式市場で半導体関連銘柄が下落したことや、自民党総裁選挙の行方を見極めたいとの思惑から積極的な買い注文が抑えられまして、方向感を欠く相場となっています。で、為替相場は現在1ドル111円25銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと60銭ほど円安になっています。さあ、ズームそこまで言うか、今日4時台には、ね、お話にありました香港雨傘運動から今日で7年ということで、民主派団体の解散と国安法の実態について東京大学大学院総合文化研究科教授の
阿古智子さんスタジオ生出演です。阿古さんとは堀さんはね、はい、阿古先生とは何度もいろいろなシンポジウムなどでもご一緒させていただいていますし、阿古さんはまあ香港の問題だけではなくて中国本土にも通われて、はい、我々がこう見たことも聞いたこともないような中国農村部の地域の人々の様々なアクションや生活の状況などについても研究もされてこられたし、はい、ただもうこの香港の問題に関してはもうメディアでもトップニュースで扱われるようなことがなかなかなくなってしまって、阿古先生の力を借りて、はい、特にまあ天笠運動そしてこの最近の情勢についてしっかりと解説していただこうと思ってます。今日はたっぷり、ね、発信していきます。で5時台はですね、堀潤さんが今気になっているニュースにズームしていきますのでね、こちらもよろしくお願いします。お願いします。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com で番組を聞いての感想ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。さあこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うか、今日は堀潤さんとお送りしています。ここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。政府は今日の夕方19の都道府県に発令中の緊急事態宣言と8つの県のまん延防止等重点措置について30日の期限で全面解除すると決定し、菅総理大臣が記者会見します。北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性がある飛翔体について、日本政府は今日、日本の排他的経済水域外に落下したとみられると明らかにしました。なお韓国軍は、飛翔体は短距離ミサイルだったと発表しています。自民党総裁選挙は明日午後に投開票されます。共同通信社が調べた国会議員の支持動向に党員党友票の情勢を加味するとトップに河野行政改革担当大臣が立つものの過半数には届かず、2位の岸田前政調会長と決選投票に進む公算が大きくなりました。おととい連邦議会選挙が行われたドイツで新政権樹立に向けた各党の連立交渉が始まりました。首位の中道左派社会民主党の首相候補ショルツ財務大臣は自らの政権樹立に意欲を示しました。国連安全保障理事会は核爆発を伴うすべての核実験を禁止する包括的核実験禁止条約 CTBT についての会合を開きました。軍縮を担当する中満泉事務次官が演説し条約発効に向けた努力を訴えました。音楽ライブの主催者らで作るコンサートプロモーターズ協会の中西会長は昨日、政府が検討しているワクチンの接種証明などを活用した人数制限緩和の実証実験について10月中に複数のライブ会場で実施すると明らかにしました。大相撲で史上最多の優勝45回など数多くの金字塔を打ち立ててきた第69代横綱白鵬が現役引退の意向を固めたことが昨日分かりました。秋篠宮家の長女眞子さまと近く結婚する予定の小室圭さんが昨日の午後滞在先のニューヨークから一時帰国しました。ロン毛を後ろで束ねた姿で以前と変わった印象を見せていました。大型で非常に強い台風16号は今週金曜日頃に伊豆諸島にかなり接近します。関東地方なども雨や風が強まる恐れがあるとして気象庁は警戒を呼びかけています。そこまで言うか。さあ堀さん、いや本当にどれもね、はい、語りたいなというニュースばかりなんですけど、まあ、ちょっと最初に、はい、眞子さまがこのラジオを聞いてくださってるかどうかはちょっとわからないんですけれども、ではないです、はい、まあ人生ですから、うん、いろいろあるじゃないですか、うん、でこれからね仮にご結婚されるのであれば皇室を出られて、一人のね
人としてこう歩むわけで、うん、きっといろんなことに直面して悩んだりとか、うん、経験されたことのないようなことにもね、うん、で時には本当に暗中模索というかね、うん、孤立したりとか、なんかいろんな思いを困難に、まあ誰だって直面すると思うので、はい、将来眞子さまはそういうことになった時に、大丈夫ですよ、と、うん、ああ私たち味方ですよ、眞子さんって、うん、なんかいうふうに思ってる人いるよってことをなんか、お伝えしたいなと思って。応援してますよ。そう、一人で悩まないでねって。いや、やっぱり、ここまで皇室が果たしてきたね、はい、日本国民への象徴としての役割っていうのは、うん、やっぱり僕は東日本大震災の時に、はい、各被災地を回って、うん、やっぱり天皇皇后両陛下が膝をつかれてね、はい、ね被災者の方の手を握って、うんうんうん、あの姿を思い出すともうやっぱりこう涙がやっぱり出てくるんですね、うんうん、で、まあ、そういう役割をこう果たしてきた中でこう育まれた眞子さまですから今度は逆にね、そういうじゃあ皇室関連の方がいろいろ悩んでるということであればね、うん、僭越ながら、うんうん、私たちもじゃあ一緒に悩みますよって、うん、まあ、そんなことをね、最近の一連のちょっと過剰とも言える報道を見ていて、はい、まあ、確かにね、私はそう思います、うん。いろんな意味で注目されちゃってますものね。はい、打って変わって、はい、最近のドイツの動きも気になりまして、はい、いやドイツっていうのはやっぱりこう連立政権なんですよね。ですからこういろんなこう政策、まあ、いろんなイデオロギーを幅広に取り込んだ政権っていうのはやっぱり日本とは違うところ、うん、ちょっとね日本じゃ想像できない、まあ、ある意味まあ自民党とまあ立憲民主党の連合政権っていうような感じなんですよね、イメージで、はい、で特に今回ニュースでも名前が挙がっていたショルツ財務大臣というのは、はい、ニュースをよく見ていらっしゃる方は覚えてるかもしれませんが、うん、最近国際的な法人税の最低税率導入っていうのが合意されましてね、はい、でこれなんでかっていうとやっぱりこうグローバル企業がいろんなところで商売していくときに課税逃れだって言って、はい、うんうん、だこれはやっぱり国家にとっては危機だということで世界協調しましょうと、うんうん、で国際的な法人税の導入っていうのをやりましょう、実はこれを提唱してたのがドイツで、あ、うんうん、2年前の G20 の場で、はい、ドイツが提唱する巨大企業の課税逃れ防止を目的とした国際的な法人税最低税率導入に各参加国の財務大臣全員から支持を得ました、うん、これは大きな前進ですとスピーチしたのがこのショルツさんなんですよね。その方がショルツさんだったんですね、うん、で今回まあそのショルツさんってもともとやはりこういうコロナ禍でも財政出動をしっかりやっていくんだということを打ち出していたりもするので、はい、うん、結構ヨーロッパ中心にまあきっちりこうお金を出していく、うん、でアメリカもねこの状況でまだその水道の蛇口を絞るようなことには大変慎重ですから、はい、日本の次の総裁がどういう形でこう財政を支えていくのか、うん、まあアベノミクスのまあ第2章としてまあ高市さんなどがまあサナエノミクスっていうのをね打ち出して、まあさらにもっともっと出していきますと、途中で終わってしまったものをしっかり出していくんだっていうのを打ち出していたりとか、あとまあ岸田さんにしても積極財政ですし、結構各地域からこうコロナ禍において、まあ、国家のお金が市中に回ってくると、まあ、思わぬ形でまたバブルなどが生まれるのかな。中国がね今不動産の状況で恒大という大きな企業を、はい、まあ、どのようにこう支えるのか、うん、支えないのか、うん、見放すのかということで市場も非常に注目してますよね、うん、そのあたり今後の日本の総裁選とも絡んで、一つのキーワードになってくるのかなと思ってます、うん、あとはですね、はい、先ほど、それこそツイッターを見ていたらですね、堀さんがさっき池田さんかな？池田さん、踏み絵を踏むって、例えが今更気になっているっていう、こう、ツイートをしてくださったんですよ。さっき、まあ、その中国の経済政策、まあ、中国の、まあ、経済政策というか、経済覇権がどんどん広がっていく中で、はい、その、日本がじゃあ安全保障と、一方で、経済的結びつきの強い国と、どう折り合いをつけていくのかって。
じゃあ台湾と中国本土が非常にこう緊張関係高まった時にどうするんだ、はい、まあ、これ今こういう局面において、これももう総裁選も含め衆院選も含め、うん、大きな争点の一つだと思うんですね、うん、でなんで踏み絵っていう言葉を使ったかというと、アベマの番組だったんですけど、元外交官で、それこそ拉致問題解決に向けた小泉訪朝を実現させた元外務審議官の田中仁さんとお話をした時に、こういう言い方をしてたんですよ。田中さんと、中国の関係をこれから日本がどう築くのか、で安全保障の話よりもおそらく鍵になるのは中国とも切っても切り離せない民間の経済活動だと思うと、うん、でそれに対してこう国家がどう対処していくのか、でも今人権の問題含め、うん、まあ、ウイグルもそうですよね、はいはい、まあ、今日取り扱う香港の話もそうですよね、はい、まあ、その他チベットや南モンゴルや人権問題を抱えている国と非常にこうフェアな、じゃあ貿易関係って築けるんですかと、うんうん、そういう国との付き合い方って外交上どうされるんですかねって、もし田中さん現役だったらどうされますか、はい、なんて話をしたんですよね、うんうん、そしたら田中さんは、いやちょっと待ってくださいと、もう日本の貿易相手国として中国というのは非常にこうもう大きな存在になっていると、確かにね、うん、まあ、かつ20年前はやっぱりこう日本といえばもうアメリカをはじめ、はい、そうしたまあ自由主義諸国との貿易、ところが今はもう中国、うん、そしてインドと、うん、まあ、こうした国々と結びつきを強めていくと、じゃあそんなに簡単にじゃあ人権問題があるからということで突き放せるんですか、うん、っていうような話をして、うんうん、まあ極めてこう現実的なお話をこうされたんですね、うんうん、まあ外交ってそういうものかって思う一方で、やっぱりなかなかねこう悔しい思いもありましてですね、うんうん、あれだけ香港の若者をはじめ、こんなに国連も含めて SDGs だ人権だって言っているにもかかわらず、やっぱり経済的には、うん、そのあたりは無限にできないんで、なんていうところのバランスをですね、これを簡単に答えが出る話じゃないんで、まあ、ぜひリスナーの皆さんも一緒になってお考え聞かせていただきたいなと、うん、どうお考えなのかね、ツイッターハッシュタグ辛坊治郎ズームでねつぶやいてくださいね、うん、そうなんですよね、うん、ピンクプラチナさん、はい、綺麗事ばかり言うねっていうねいやそうなんですよ、うん、でもどうなのかな、そこの旗を下ろすっていうことは、うん、まあある意味こう自由主義の、まあ、矜持を、まあ、自ら、うん、殺してしまうことにならないかっていうふうに思うんですよ、うんうん、その辺ちょっと今日も阿古先生がこの後いらっしゃるので、はい、そうした経済活動と、うん、そうした国家っていうものの関係性についてもお話聞いてみたいなと思っています。うん、堀潤さんはその誰が総理になってほしいと思いますかっていうような質問も来てるんですけど、やっぱり来てますか。例えばこう順番で言うとね、まあ、前回岸田さん総裁選出てダメだったじゃないですか、はい、うん、でおそらく河野さんはたとえ今回ダメでも次があるでしょうと、うんうん、野田さんに関しても推薦人20人集めて、いよいよスタートラインに立ったという感じですし、うん、まあ、高市さんに関しては強力な応援団がいますから、はい、根強い固定ファンがいると、はい、僕は今回チーム岸田って注目していまして、チーム岸田、うん、岸田さんの周りには村井秀樹、小林文明、はい、両議員がいるんですね、うん、こう若手中堅ですけど、今回は前回と違ってそういうブレーンたちとちょっと胸襟開いた岸田さんが、あーそうですか、チームを組んでやってるんですよね。あ、前回総裁選敗れた時に、はいはい、やっぱりダメだったのは相談してなかったところだと思ったそうで、心開いてる、ね、そうなんですよ。だからこうまるで三国志の徳で治める職のようにね、関羽張飛そして劉備玄徳のような徳で治めてほしい。なるほど、いかがでしょうか以上ズームフラッシュでした。日本放送ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。香港雨傘運動から今日で7年、民主派団体の解散と国安法の実態。ズーマー、
政府による締め付けが強まる香港で25日、中国の天安門事件の犠牲者を追悼する集会を開いてきた市民団体支連会が臨時会議を開いて解散を決定しました。30年以上にわたって香港の民主化運動の象徴だった団体が姿を消し、民主派は活動の柱を失うことになりました。今日はこのニュースにつきまして、東京大学大学院総合文化研究科教授の阿古智子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。阿古さん、今日はありがとうございます。今日この日はもう必ず阿古さんにお話伺いたいなと思って、急遽でしたけれども、今日のゲスト当番をご依頼させていただきました。阿古さんとは2年前の、香港でのデモで、僕もずっとこう取材に入っていたので、一緒にシンポジウム登壇させていただいたりとか、発信で、いろいろ教えていただくことも多かったんですね。で、今日はもう、2年前の状況からも、かなり香港の状況は厳しくなり、そして、香港だけじゃなくて、この人権というものをキーワードにして考えたときに、やっぱりこう、中国共産党習近平体制っていうのが非常にこう、強権に次ぐ強権という、南モンゴル、チベット、さらには、その他の地域、カンボジアやミャンマーだ、もう周辺国にどんどんそういうものが広がっている。これはどう、やっぱり私たちは克服するべきなのかなっていう、それを模索したいなと思って、今日よろしくお願いします。お願いします。でも現状は阿古さんどうご覧になってますか？そうですね。もう本当に堀さんと一緒にシンポジウムやった時から考えると、もう声が全く聞こえてこなくなっちゃったというか、香港の友人たちを招いてシンポジウムやったりとか、コロナの後もオンラインでやったりもしていたんですけども、今は、手紙を出すことも、電話をすることも、ちょっとこう、はばかられるような感じですね。阿古さんご自身は、香港や、そしてメインランドに、もう何度も足を運ばれて、研究の現場でもありますよね。はい、急激な変化、捉えてらっしゃいますか、それとも、急激だと思います。急激です、その2年前はまだ社会運動が盛り上がっていて、その人々の力がこう香港を変えていくんだと、香港を自分たちが作っていくんだっていう結構希望である程度溢れていたんですけれども、国家安全維持法という法律ができてから、一斉にこう、動きが静まっていくというか、いろんな社会団体が閉鎖に追い込まれたりとか、あと、身の回りの友人たちが次々に逮捕されるというのが、私にとっては、大きな変化ですね。日本で研究活動を続けてきた香港の出身の方も、香港に戻って、逮捕されるということもありましたよね。そうですね。この放送の前に、私がいろいろいつも話を聞いている、香港の若者に、今日ラジオで、阿古先生と一緒に話をするので、何か伝えてほしいということがあれば、教えてくださいと、先ほど、伝えましたら、つい、2、3分前、返信が返ってきて、堀さん、いつもありがとうございますと、ぜひ、香港の国安法の応用について伝えてほしいですと。国安法の国家分裂扇動罪とテロ活動罪で最初に起訴された香港人は9年の禁錮刑が言い渡されました。スローガンの旗を掲げ、交通事故を起こしたことで9年の刑は前例にない厳しい判決です。また、日本の政治家とコンタクトのあった香港民主化活動家アンディ・リーさんも国安法違反と言われ、その連絡を取っていた議員の名前も裁判に出ています。日本も無関係ではありませんという声。別の若者からも、私からは国安法の方が圧力で解散に追い込まれたいろいろな民主派組織、少なくとも49個あるという現状を伝えたいですと。だから決して一つの団体だけではなくて、いろんな活動、これはリンゴ日報というですね、民主運動を牽引してきた新聞も廃刊に追い込まれました。香港2021年のキーワードは解散とも言われています。これが言論の自由を失った結果であります。お願いいたしますというメッセージをもらっています。改めてこの二人の言葉、阿古さんどう聞かれました？こういう、
若い人たちの声をもっと私たち発信しなければなって思いますね。何か伝わっていないというか、そういうこう、国安法で、まあ、懲役9年、禁錮刑9年ということで、先ほどご紹介あった東京大学で研究しようとしていたアウ・ノクヒンさんもですね、今国安法で、まあ、裁判がこれから控えてるんですけれども、まあ、最初の判決が9年だったからもう10年以上じゃないかっていうことも言われてるんですよね。で、選挙の前の予備選挙っていうので、こう、人々の意見、どれぐらい世論が、どのような候補に支持があるかっていうのを見る、そういう、普通のその活動に対して国家、政権を転覆しようとしたっていう罪が課される可能性があるわけなんですよね。なので、まあ、非常に厳しいですし、あとそういう民間の団体、まあ教育団体、法律の団体、さっき最初に出てきた支連会という、その、天安門事件を追悼する集会をやっていた団体。私は中国の人権派弁護士を支援する活動をしているんですけども、香港に拠点があった、そこの組織も閉鎖に追い込まれて、まあ私自身も、その、調査の対象になってるよと言われました。だから、まあ、国安法って、まあ、一応海外でも適用可能なんですね。もちろん日本には警察がいるし、他の国の警察が来て私を捕まえることはないと思いますけれども、ある意味で、まあ、私たちに本当に関わることっていうことですよね。阿古さん、そうなるとです。中国や、その、まあ、香港、そうした地域に阿古さんご自身が立ち入ることも大変リスクになってるっていうことですか、ね。そうです。ちょっとしばらくは、行かない方がいいと思います。いや、はい、こういう形で、その、まあ、ある意味、こうね、他国の国民に対しての行動を縛っていくっていうぐらい、非常にこう、強権だっていうところの怖さ。ここはやはりこう、実感するべきですよね。となると、まあ、どんどん話も広がっていきます。じゃあ、例えばじゃあ、貿易をするときに、本当にじゃあ、そういう関係でフェアなことができますかと問われると、すごくリスクでしょ。だから今日番組の冒頭で、いや、その、じゃあ、この中国共産党の習近平体制の国家とどう付き合うんだって言ったときに、そうしたこう経済活動と国家安全保障っていうのはもう切っても切り離せない話なんだってことをやっぱり皆さんと一緒にこう考えたいんです。で、改めて今日は尼崎運動から7年という、節目の年の一つです。いや、2014年の9月28日から79日間続いた民主化要求デモが起きたのが7年前です。ちょっと時計の針を戻すと、尼崎運動、僕も当時、8ビットニュースっていうのを立ち上げた直後で、市民記者たちと一緒に発信をしたんですけど、はい、やっぱこう、運動の周辺部が随分冷ややかだったなっていうのは、すごく感じてたんですよ。ところがそこからこう、一気に懸念が、まあ、現実のものとなっていった。尼崎運動っていうのはどういう運動だったというふうに振り返りますか？そうですね。2014年に尼崎運動があって、そのまあ、2、3年前からこう、愛国教育を進めようっていう、まあ導入しようという動きがあって、まあそれに対して、まあ日本でもよく知られているシュウテイさんとか、ジョシュア・ウォンとか、まあそういう学生たちがボイコットをして、まあ自分たちが学ぶことは自分たちで決めていきたいと。その国から押し付けられる愛国教育は嫌だということで、まあ運動を少しずつ始めて。で、さらに、その、香港の基本法にはですね、普通選挙も、まあ、将来的には可能になると書いてあるんですね。でも、その、中国との関係の中で普通選挙が、まあ、導入が難しくなるんじゃないかということで、まあ、その、普通選挙導入するんだという、運動も起こったんですね。それが、まあ、尼崎運動で、ちょうどオキュパイ、ウォールストリートですね。その、まあ、流れも影響があったのか、香港でもセントラルっていう金融街があるんですけども、そこを占拠するような形で運動も進められて、学生たちとそういう、まあ、知識人たちが、まあ、中心になった運動だったんですよね。まあ、金融街の占拠だったから、逆にその経済を止めるなとか、その経済的な影響を考えると、これは支持できないんだとか、そういう声も当時ありましたね。そうです。そうでした、そうでした。だから、尼崎さんの時は、もう、早くビジネスを、元通りにさせてくれということで、あまりこう、支援の輪が広がらなかったですね。さっき堀さんもちょっと冷たい感じがしたとおっしゃってたんですけれども。でも2年前の運動の時には、そうした声も逆にその危機に変わって、
まあ、例えば香港 の、うん、まあ、その中心部で行われた議会選挙などでも多くの人が投票に行って民主派を支持するんだと、うんうん、香港市民の皆さんが、まあ、その気づいた時にはでも、うん、なかなかもう取り返しのつかないような状況にまで変容してしまってたっていうのはありましたよね。そうですね。本当に今振り返ると、まあ、あれだけ頑張って、まあ、ここで頑張らないと香港を維持できない、今私たちの自由を維持できないんだって、必死で頑張ってた人たちの声を、まあ、もっと、早くに受け止めていれば違ってたのかな。まあ歴史に if っていうのはないって言いますけれども、うん、でもその経済の、まあその最初のね、マガさんの時は経済界も冷ややかだったけれども、うん、その後の逃亡犯条例の改正案反対のデモが、まあ2019年頃からありましたけども、そのあたりでは、まあ多くのその経済関係者、も支持をしたんですよね。このまま、この繁栄してきた国際金融センターとしての香港を維持できなくなると、自由が奪われてしまうっていう危機感を、まあ、多くの人たちが共有して、全体的に香港が運動する形になったんですよね。ちょうどその、まあ、逃亡犯条例の話に端を発して、まあ、その反対の運動の現場にということで通うようになったんですけれども、学生たちの大学も逃走の拠点になったんですよね。非常にこう、あれはもう圧倒的な暴力で警察当局が若い、運動に参加している人たちを弾圧していったなっていう。はい、その中で忘れられない言葉がですね、女学生が、僕が学内を歩いてたら日本語で声をかけてくれて、はい、日本の方ですかって言って、うんうん、あ、そうですって、あ、私、この9月まで、同志社大学に留学してたんです。うん、で、それが終わって戻ってきたら、うん、こんなことになっていてと、うんうん。で、あ、そう、だからこの運動に参加してるのって、大丈夫って言ったら、いや、今朝でも親とは大喧嘩をして泣きながらここに来たんですと。うん、私の両親は、その中国、メインランドと、まあ、商売をしていて、うん、あなたは絶対にこの運動に参加してはダメって言われたんです。でも私は、その日本で学生生活を送っているときに、うん、言論の自由だったりとか、その民主主義っていうものの、その大切さ、素晴らしさっていうのを教えてもらったんですと、日本でと。だから絶対に私は、この民主主義っていうものを守りたい。私は日本に留学して、その学んだことをここで絶対に曲げることはできないんですと、うん、お母さん分かってくださいって言いながらここに来たんですっていうふうに言っていて、うん、でもあれだけ SOS を日本はじめアメリカや国連やそういう自由主義諸国に香港のみんなが SOS を発信したものがなかなか、うん、実現できてないっていうか、支えてあげられてないって思いもあって、アホさんはどんな風に感じてらっしゃいますか？そうですね。もう、何をすればいいのか、本当に国家安全維持法という法律は恐ろしい法律だと思うんですね。法律としてできたから、まあ、それに違反してるとすれば、もう、刑務所に行かなければいけなくなるという、まあ、日本もそういう時代は昔あったわけですけどね、うん、治安維持法とかがあって、多くの政治犯が刑務所に収監された過去があるわけですけれども、まあ、それは歴史じゃない。今はまだまさに、動いている状況であって、で先ほど、まあ日本の経済の話もありましたけれども、中国もちろん大事にしなければいけないんですけど、香港でこれだけ急激に変化するって思ってみなかったじゃないですか。うん、香港の人たちも、私たちも。ね、私たち今日本が変化するって思ってないことが起こる可能性ありますよ、本当に。やっぱり中国全否定する必要ないですけれども、経済はすごく影響を与えるんです、私たちの暮らしに。うん、で、あれだけ大きなパワーを持っている国と向き合うときに、私たちどうありたいか、経済活動をどう、組み立てていくかっていうことを、しっかり、基礎から見ていかないと、とんでもない変化が起こってしまうかもしれませんから。そうなんですよね。安全保障の話をするときに、まあ、やはりその、先ほどもツイッター見てたら、じゃあ尖閣の問題を論じるべきだとかね、あったんですね。いや、もう、それも大切だと思いますし、
今原潜をですね、原子力潜水艦をどう持つのか持たないのかっていうのも総裁選でもテーマになってます、はい、軍事力の話がテーマになってます、はい、ただ僕は実際にその東南アジア各国とかアフリカとか中東とか各地を訪ね歩く中で、まあ、あの一帯一路構想当時、うん、今もまた違う概念として大きく広がってますけれども、その経済覇権っていうのがすごくその国家の仕組みそのものを変えていっている状況っていうのに大変危機感を感じるんです、はい、例えばこうカンボジアもフンセンさんという、トップがもうその座について久しいんですけどもね、うん、フンセン政権はもはやもう欧米の支援はいらない、我々には中国がいるからだと言って、非常にこうあっという間に強権化していって、野党を解体して国家反逆罪の罪で、はい、でそしてメディアを潰して、うん、多額の税金請求を突きつけてですね、そういうことが実際に起きてるんですよ。でプノンペンがですね、どんどんこう開発されている様子を見ると、確かに資本が入っていて、うん、そこに同調した国家が結びつくと、あっという間に武力なんて使わなくて経済力でどんどんオセロがひっくり返っていくんですよね、うん、こういう状況を私たちはもっと認識するべきじゃないかなとも思ってるんですよね、うんうん、でも先ほど加古さん、中国国内にいる人権活動家の皆さんっていうふうにおっしゃいましたが、中国のまあメインランドの内側にもそういう思いで活動されている方いらっしゃるんですか？います、はい、まあ、そんな数にしては多くないですけれども、確実にそういう活動をしていらっしゃる方々はいらしてて、で、まあ、多くの、まあ、鍵を握る人物たちは、もうほとんど刑務所に入ってしまってるんですけどね。うん。で、あるいは、まあ、学者とか、まあ、堀さんのようなジャーナリストですね。そういう、本当に優秀で調査報道を、まあ、こんなところまで、情報を発掘してくるのかっていうような人たちもいらっしゃるんですね。ただまあ本当ここ10年、15年ぐらい、まあずっと圧力がかかっていて、そういう人たちもなかなかこう自分たちの作品を出したりだとか、出版をしたりだとか、まあそういう人権活動で弱い人たちのためにこう支援している弁護士たちも、まあ刑務所に入っちゃうと全然活動もできなくなるので、まあかなり厳しい状況ですね。うん。シューテンさん、非常にこう活発に発信をしてきました、うん。で、私も直接お話を伺う機会もあったし、うん、日本のメディアも、まあ、非常にこう象徴的に、うん、まあ、ところがそういう活動を含めて、まあ、海外への、まあ、発信が、うん、まあ、国家を分裂してるんだということで、国安法に問われましたよね。今、収監されて出ていらっしゃって、もう本当に心配でたまりません。で、シューテイさんだけじゃないです、多くの、その発信をしてきた彼らのことも心配なんです、シューテイさん今どうしてるのか。そうなんですよ、まあ、多くの人にね、なんか連絡取りたいとか、うん、どうしてるか教えてって言われるんですけれども、まあ、私は連絡取るのは難しいですね。まあ、一応彼女に渡さなきゃいけないものを郵送したりとかはしているんですけれども、おそらく今は彼女から返事っていうのが難しいんだと思うんですね。やっぱ海外とのつながりをすごく慎重にしなければいけない。その国家安全維持法で起訴される可能性がまだ彼女は残っている。一回捜査を、まあ、取り調べを受けたわけですね。で、他の、まあ、彼女の仲間たちがその法律で逮捕されていってるわけなので、まあ、ちょっと例えば YouTube で番組も彼女やってたんですけどね、そういうのももう、とてもじゃないけどできないっていう状況ですし、ちょっとしばらく彼女の声を聞くことっていうのは難しいのかなと思いますね。イギリス政府は、まあ、その特別の許可証を新たにこう追加で出して、うん、まあ、そのイギリスへの、まあ、退避というか、うん、移住というか、うん、そうしたものを促す支援というのを打ち出してますけど、うん、まあ、日本が、ね、そういうサポートができてるかというと、ちょっと満足いく状況じゃないなとも思っていて、日本国政府は今何をするべきか、私たち市民社会はこの香港の SOS をどう受け取るべきなのか、何をするべきか、加古さん教えていただけませんか。そうですね、まあ、日本もまあ、いわゆる政治亡命というのを、まあ、こういう香港の状況を考えればですね、受け入れてもいいはずなんですよね。
先ほどちょっと言いましたアウさんというその東大の、うん、あの席を置いている学生、博士課程にいる学生なんですけど、11月から1月まで日本にいて、でちょっとその国安法じゃないまああの集会を組織した罪とかで裁判があるので、うん、一旦帰ると迷っていたんですけど帰ってしまったんですけど、で帰っても次の日に国安法逮捕ですよ。でもしそれで懲役10年とかなったら、まあちょっとかわいそうというかね、30半ばの若い人で、うんうん、まあもう中、あの、香港の政治の中では活躍できないけれども、次のステップとして大学院で学んで研究者になるっていう夢を持っていて、日本に入ったんですから、うん、まあ、帰らさなければよかったなって、ある意味で、あの、ミャンマーのね、方なんかもサッカーの選手なんかも亡命されましたよね。うん、そういうケースを見れば、彼を引き止めてもよかったのかな、なんて思ったりしますけれども、日本自体がその、そういう、うんうん、あの、人権の意識っていうのはまだ政府も、うん、まあ、社会の中でも、その、あの、成熟してきてないかな、っていうところがありまして、もっと変えていけるべきだとはね、うん、思いますね。そうですね。あの、まさに衆院選ありますから、私たちがね、選ぶ代議士たちっていうのが、そういう人権とか、はい、ね、そういうこう、感覚をしっかりと持って、交渉できる、そういう人を議会にぜひ送りたい、そういう目線で、また衆院選参加してもらえたらいいかなとも思います。アクさんありがとうございました。ありがとうございます。今日は東京大学大学院総合文化研究科教授のアコトモコさんに伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。9月28日火曜日、時刻は午後5時を回りました。堀潤です。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。この番組は辛坊さんが有楽町日本放送のスタジオに復帰するその日まで、火曜日は週替わりでお送りしています。今日は堀潤さんとお送りしています。ありがとうございます。メールをご紹介しますね、はいはい。神奈川県横浜市にお住まいの39歳、うん、あ、そうですね。北極寒いぜあいうえおさん、はい、堀潤さん3回目の出演楽しみにしていました。嬉しいですね。勝手な先入観ですが、はい、もっとお堅い方かと思っていました。硬いですよ。ですが物腰柔らかい方なんですね。ネットで堀さんのことを調べていたら、はい、和菓子好きとありましたが、そうなんでしょうか。勝手なイメージでピザとかパスタとかそういったものが好きだと思っていました。小学生かっていう。いや、ピザもパスタも大好きですよ、うん、和菓子すごく大好きで、例えばあの岡山には、はい、あの僕 NHK で初任地岡山だったんですけど、はい、大体きびだんごとかいう方多いんですよ ね、うんうん、悪くないですよ、うんうん、でも大手まんじゅうっていうのがありまして、大手まんじゅうって大体岡山の方は、うん、きびだんごじゃねえ、大手まんじゅうじゃって言いながらですね、いや、その甘酒で包んであるんですよ、あんこが。あ、甘酒を煮たかな。そう、あ、美味しそう。あれをね、そのまま食べるのもいいんですけど、あ、はいはいはい、あのお椀に一つ置いて、はいはい、お湯をかけて溶くと、うん、そのままお汁粉になるんです。濃厚なお汁粉に、はい、あ、その皮もついたままで、そうです、そうです、ちょうどいいです。お餅みたいな感じで、だからその薄皮の部分が、薄皮といえば郡山の、福島県は郡山の薄皮まんじゅう、はいはい、薄皮まんじゅう美味しいですよね。あれ大体その取材に行った帰りの新幹線でお土産分の一箱を全部自分で食べちゃうっていう。一箱は一気に食べ過ぎじゃないですかね。美味しい。あとね、あの名古屋行ったら苗橋まんじゅう。何まんじゅう？苗橋まんじゅう。苗橋まんじゅう？高まんじゅうですね。ちょうどいい、あの小粒の、ちっちゃいやつ、ね、そうなんですよ、ここ、ね、もちっとしてて、すいません、これも美味しそうなんです。おっしゃる通り大好きなんです。ありがとう。じゃあもう一個いきますか、はい、45歳の男性、世田谷区です。今度はふふまさん。ふふまさん、ありがとうございます、はい。堀潤さんは子供の頃ファミコンが大好きだったそうですが、いや、皆さんどんだけ検索され。ありがとうございます。大好きです。今でもゲームは遊んでいるんでしょうか。我が家はこの間ようやく任天堂スイッチを買って動物の森を始めました。そうか、今はもうすっかりちょっとゲームからはご無沙汰してますね。でもあの最近はやっぱり e スポーツ、うん、ね、はい、本当に産業としても、うん、まあ、新たな分野のアスリートたちが登場していたりとかして、そうですよね、すごく気になってます。でも、うん、あのゲーム用のパソコンってすごく高いんですよね。高速で解析しなきゃいけないから、グラフィックボードとか、あともうゲーミングパソコン用のキーボードとか、
そうだから僕はちょっと子供の頃はやっぱファミコンはねすぐ買ってもらえなかったですよ、うんうん、でだから友達ん家にね遊びに行ってサンタさんにお願いしてサンタさんがね持ってきてくれたんです、うん、ゲームをパッと開けたらねファミコンじゃなくてセガだったんですね。でセガはね割とまあ大人向けっていうか、はいはい、渋いんですよ。でみんな可愛い感じのロードランナーやってたんですけど、うん、僕は渋い感じのロードランナーをやってなんとなく違うと思いながらも、うん、サンタさんに感謝してました。でも、ね、よかったじゃないですかね、はい、サンタさん来てくれただけでもねということでサンタ来るかなちょっといくつまでサンタに来てさあメールはズームアットマーク 1242.com、 ツイッターハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。ではここで産経新聞ニュースです。ニュースデスクの遠藤達也さんお願いします。はい、お伝えします。東京都は今日新型コロナウイルスの感染者が新たに248人報告されたことを明らかにしました。入院患者のうち重症者の数は117人で亡くなった方は10代の男性を含む8人となっています。その中、19の都道府県に発令中の新型コロナウイルス緊急事態宣言と8つの県に適用中のまん延防止等重点措置について、菅総理大臣は今日、あさっての期限をもって全面解除すると表明しました。全国の新規感染者数や重症者数は大きく減少し、医療の逼迫についても改善が続いております。本日、基本的対処方針、分科会を開催をし、感染の状況や医療提携体制等を総合的に勘案した上で、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置を終了することについてご了解をいただいたところであります。宣言と重点措置が全国のどこにも出ていない状況は4月の4日以来およそ半年ぶりとなります。飲食店の営業時間の短縮やイベントの人数制限については今後1ヶ月をめどに段階的に緩和する方針です。菅総理は現在行われている政府の対策本部会合で正式に解除を発表します。さらにこの後午後7時から臨時の記者会見を開き国民に向けて説明することにしています。また政府の新型コロナウイルス対策を話し合う基本的対処方針分科会の尾身茂会長は段階的な制限の緩和などを条件に緊急事態宣言の解除を了承したと語りました。今回は今までの制限を解除しますけれども、これは段階的に慎重に一遍に急に全てのガードを下げるということではなくて慎重に段階的にやっていただきたいということ、これはかなり強く強調、ほぼ全員ですね、されました。一方、東京都の解除に向けた動きですが、都議会の本会議で発言する小池知事です。来月以降の取り扱いにつきましては、国の基本的対処方針や専門家の意見等を踏まえ、改めて都としての対応を決定してまいります。東京都は午後6時半から対策会議を開き、7時をめどに小池知事が臨時の記者会見を開く予定です。この解除への判断、経済界はということで、経済同友会の桜田代表幹事は次のような感想を述べた上で、飲食店の午後9時までの時短営業、お酒の提供を8時までという方向になっていることについて、こう苦言を呈しました。率直な気持ちとしては、待ちに待った解除がやっときたということですし、浮かれすぎないようにしなきゃいけないことは間違いないんですけれども、例えばお酒の供与という点で言うと、政府が9時までとか、お酒の提供は8時まででしたっけ。ただ、くどいですけども、この何時までだったら安全で、何時まで以降だったら危ないというのは、科学的根拠は必ずしもあるわけではないので。一方、新橋の居酒屋の店主は、待ちに待った判断と、次のように期待感を示しました。待ちに待ったって感じです。いろいろ心配事はありますけども、前回8時までとか今回条件付きですけども9時までというところになってますので、そういう意味ではかなり今後に期待できるような、今回はやっと開けられて二度とないような感じになるのかななんては思ってますけどもっていう感じですかね。時間などに制限はあるんですが、来月の1日から外でお酒が楽しめるようになります。
次は台風です。大型で非常に強い台風16号の影響で、西日本から北日本の太平洋側や南西諸島、小笠原諸島では、今日から来月2日頃にかけて、うねりを伴って大しけにとなるところがある見込みで、気象庁は高波への警戒を呼びかけています。また来月1日頃には、東日本と北日本の太平洋側で暴風や大雨の恐れがあります。気象庁によりますと、大型で非常に強い台風16号は、今日午後5時には日本の南の海上にあって、1時間におよそ10キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は935ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートルで、中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。台風は明日にかけて北上した後、明後日以降は次第に進路を北東に変え、来月1日頃には非常に強い勢力で伊豆諸島にかなり接近する恐れがあります。おしまいに、東急東横線の中目黒駅の29歳の男性社員が去年2月以降、遺失物として届けられた IC の乗車券や現金の着服を合わせて70件繰り返していたことが明らかになりました。これは東急電鉄が今日明らかにしたもので、被害額は43万5千円に上るということです。この男性社員は持ち主になりすまして不正に返還手続きをしていて、東急はシステムやルールに問題があったとして対策を検討することにしています。この時間のニュースは以上です。ニュースデスク遠藤さんでした。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか。この時間はですね、火曜日の週替わりパーソナリティご出演、今日で最後になります堀潤さんに今伝えたいことをもう自由に語っていただこうということなんですが、まずはね、堀さんが関わっている映画の話題からご紹介していきます。ありがとうございます。ね、今週10月2日の土曜日からもう5年の歳月をかけまして制作された堀潤さん監督の映画、私は分断を許さないが、豊島区のシネマハウス大塚で上映されます。で、こちらの映画は2020年のもう3月からね、各地でいろいろなところで上映されている作品ですけれども、改めてね、10月2日にはこの豊島区シネマハウス大塚でということになっています。ありがとうございます。ドキュメンタリー映画で、はい、私は2作品目の、映画になるんですけれども、各地を取材してきたものの集大成というか、分断が起きている現場を訪ね歩いた。はい、例えば今日、お伝えした香港。香港でも最前線から、見えてくること。うん、で、その他、ミャンマー、はい。はい。で、これはもともと制作した時には、入ってなかったんです。2020年の公開だったんで。ただ、コロナもあって、再上映、再上映っていうのが東京でも続きまして、幸いにして、うん。で、今年の春に再上映した時に、まさに2月に起きたミャンマーのクーデター。これは絶対に盛り込みたいなと思いまして、はい、で、現地の市民の皆さんと協力しながら、現地の市民の皆さんが撮影したスマートフォンの映像などを中心に、うん、改めて盛り込んだ特別編っていうのを公開して、はい、で、まぁ、今回のシネマハウス大塚の方でもこの特別編の上映をと思ってるんです。その他ですね、シリア難民キャンプ、ヨルダン、うん、そして今日ちらっとお話し出しましたけれども、カンボジア、はい、独裁化が進んでいるんですね、うん。そうした現場であったりとか。あとは、平壌です、うん。なかなか僕もニュース番組でいろんなことをコメントしたり伝える側ですけれども、はい、これだけ連日のようにね、拉致問題とか、核の問題とか、北朝鮮、まあ朝鮮民主主義、人民共和国、うん、この国について語ることは多いけれども、うん、やっぱ行ったことがない現場のことってあんまり語りたくないな、語れないなって思いもあったんで、どうしても行きたかったんですよ、はい。そしたら日本の NGO が、日本国際ボランティアセンターっていう NGO がですね、中心になって、平壌の子供たちや学生と日本の学生たちを交流するという場作りというのを続けてきていて、うん、はい、で、これに同行しようと思って2018年、2019年同行するようになったんです、はい、うん、そういう現場などで見えてきた両国の問題などについてルポをしているものなんですね。で、なんかご著書を、はい、読させていただきましたけれども、もういろんなところでいろんな方とのこう出会いがあって、うん、ね、それぞれ取材している地域でね。そうですね。
その海外ではまさにそういった出会いなんですけど、うん、国内に目を向けると現場としては、はい、沖縄です、うん、で基地の問題です。でもその沖縄に原発事故で避難されてきた女性がいて、その女性の目線で基地問題と原発事故と、はい、うん、さらにまあ今も避難生活を余儀なくされている、女性、この方はまさに浜通り、福島県の浜通りのご出身の方で、なりわいを奪われた方が裁判で戦っていると、うん、はい、で難民の問題もこの映画の中では出てきて、いわゆるこう入管の問題って最近ようやくクローズアップされるようになったじゃないですか、はい、まあ、非常にこう厳しい、まあ、非人道的な行いが我々がこう気づかない中で入管の施設内で行われてきたという。で、まあ、今年はウィシュマさんのこともあって、はい、国会でも、うん、取り上げられる、うん、ようやくここまで来た。随分前からあった話で、支援団体や当事者の方々は会見を開いたりして声を上げてきたんですけど、まあ、ようやくここまで来たと。でびっくりしたのは、僕が撮影したのは品川駅からバスで約10分、レインボーブリッジを望むその場所に、東京出入国在留管理局の建物があって、最初は建物の外観だけ撮りに行ったんですね、映像として、うん、僕が三脚を据えて、外観を撮り始めたら、どことなくこう声が聞こえてくるんですよ、うん、おーいって、 TV ってちゃんと伝えて、映ってるって、えっと思って、その入管の上の方を見たら、その鉄の格子のようなガードされた窓越しに、たくさんの、まあ、その海外からいらっしゃった皆さんがこちらに向けて手を振って訴えてたんですね、そこから、うん、まあ、そういうシーンからこの入管の話って始まるんですけれども、なんか自分自身ショックでしたよね、うん、だって東京23区の都心中の都心ですよ、区で言うと港区なんですけどね、東京ど真ん中でこういうことが起きてるっていうことに自分はこう目を向けてこなかったんだって。で改めて取材をと思って品川駅降り立ってみると、出入国、まあ、在留管理局の建物にはバス8番乗り場って矢印があって、で、それに沿って歩くと、こう、バス停があって、もう海外からね、日本にいろんな理由でいろんな申請をしている方々が乗り込んで、うん、で、何にも気づかなかったなと思って。確かに。で、結構その世の中の分断とか、これ誰が招くのかなと思った時に、その、まあ、国家であったりとか、その、経済の仕組みだったりっていうのはもちろん人と人とをこう分け隔てていく装置なんだけれども、それ以上にやっぱりおっかないなと思ったのは、やっぱ私の無関心とか、ね、うん、私が知らないとか、うん、はい、でも薄々気づいていながら目を背けてることとか、いや、今日の香港のことだって、なんとなく知ってはいると。ところがまあ、深く、知ろうとはしてないとか、うん、なんかこう、じゃあアクションするかっていうと、うん、かわいそうね、以上。終わってしまいますね。で、日常に帰っていく。はい、はい。なんかそういうことで、うん、その、孤立し、そして、絶望していく世界、人がいるんだよっていう。うん、だから、分断を生むのは、私のそうした態度なのかもしれないっていうふうにこう取材して思うようになったんですよね。だから私は分断を許さないっていうタイトル、なんか堀さんにしては随分強い口調で、かえってそういう物言いが分断を生んじゃないんですか？許さないなんてって言って。いや、そうですよねって。だこれ実は言うと僕自身に向けた言葉なんですよ。あ、そう、私は私が目を背けることで生まれる分断は許さない。っていうか、私は薄々気づいていながら見なかったことにして過ごすことで生まれる分断は自分自身には許してはいけないなって思うようになったんですよね。だからそんなことにこう目が向くような内容になってると思うので、なんで知らなかったんだなとか、あ、よくよく現場の声に耳を傾けるとこういうことだったのかっていうことが見えてくると思いますので、ぜひ足を運んでみてください。ですね、10月2日の土曜日から上映されます、豊島区のシネマハウス大塚で私は分断を許さない、ご覧になってください。以上、ズームオンでした。お送りしていますのは堀潤が選曲しました
香港のアーティストデニス・ホーで Song for You です。いや、デニス・ホーさんはそのデモの、まあ、ある意味こう参加者として、はい、先頭にも立つんですけど、一方でその当局に対してその対話をしてほしいっていうことを最前線で呼びかけるんですよね。ですから、ただそれは叶わず、彼女自身のアーティスト活動も制限を受けていく、それでも声を上げ続けているわけですね。まさにこれあなたの歌よっていうか、これも世界中の人々に届いているといいなと思うのが、なんか香港のね、今日メッセージ寄せてくれた若者が、自由っていうのはその人だけが自由でも実現できないんですと、誰かの自由があって自分の自由もあるんですって言っていて、だからどうか日本の皆さんと、皆さんの自由のためにも香港の自由のことに目を向けてくださいっていうふうに言ってました。日本放送、この後はショーアップナイター、バンテリンドームから今日は中日対巨人戦をお送りします。で、明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ、ゲストは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースは、明日自民党総裁選投開票、新政権の経済対策はということです。で、ズームそこまで言うか、助っ人パーソナリティ吉田久則アナウンサー、もちろん総裁選について、会場にいる報道部畑中デスクにつないで総裁選直後の模様をお届けするとともに、政治評論家の田崎史郎さんにも電話で伺っていきます。さあ、堀さん、ね、火曜日パーソナリティ最後になりましたけれども、はい、またぜひね、辛坊さん戻ってからもスタジオに遊びにいらしてください。ありがとうございます。ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は堀潤と、日本放送増山さやかでした。またお聞きください。